毎日を好きなことだけで埋めていく。今が楽しくなかったら、ちょっと試してみてほしい。自分の心に問いかけてみることを。どうして誰からに強制されたわけじゃないのに、楽しくないことに自分は毎日時間を使っているんだろうと。 皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。本日は本田光一先生が書かれた毎日を好きなことだけで埋めていくをご紹介していきたいと思います。さて、皆さんは死ぬ瞬間の5つの後悔という世界的ベストセラー書籍をご存知でしょうかこの書籍では人生の最後を迎える人が死ぬ間際に最も後悔する5つのことについて語られた本で、その5つの後悔というのが 1. 人の期待に沿うのではなく、もっと自分が望むように生きるべきだった。2. あんなに一生懸命働かなくてもよかった。3. もっと自分の感情を出せばよかった。4. もっと友達と連絡を取ればよかった。5. 自分をもっと幸せにしてあげればよかった。 この5つの公開だそうです。さて皆さんはこの5つの言葉を読んで今何を感じたでしょうか現代を生きる多くの人は仕事だ、家庭だと様々なものに自分の心を奪われて自分の気持ちに正直に生きることができておりません。 人の期待に応えようとして、一生懸命にがむしゃらに働く。周囲との関係を円滑にするためならと、自分の感情に蓋をする。気づけば、仲の良かった友達と数年間連絡すら取っていない。自分の幸せが何か、もうわからなくなってしまった。 皆さんはこのような現状に直面してもなお自分に言い訳をしていないでしょうか人生っていうのはこういうもので仕方がないことなんだ。人生というのは自分の思い通りに行かないのが当たり前なんだ。そう信じ込んで自分をごまかしていないでしょうか本当にそのまま残りの人生を生きて死んでいくのですか本当にそれでいいんでしょうか私はそれでいいとは到底思えません。 人はいつだって自分の人生を取り戻すことができるんです。誰だって幸せになれる。後悔することが確定している人生を生きるなんて本当にもったいないことであります。本書はそんなもうすでに人生を諦めてしまっている皆さんが人生を取り戻すきっかけとなる言葉がたくさん詰まった一冊になります。ぜひ本書を一緒に勉強していきながら自分の人生を自分の毎日を好きなことだけで 埋めていこうではありませんかそれでは早速参ります本日のお品書きは次の通りです1弦で嫌なことは全部手放せば幸福で豊かな人生が手に入る2弦でダメ人間になりなさいダメ人間の方が幸福に生きられる本当の理由を暴露しますということを解説していきますそれでは早速1弦の嫌なことは全部手放せば幸福で豊かな人生が手に入るから解説をスタートして いきますさてなぜ私たちは自分でも嫌だと思っていることをやめられないのでしょうかきっと多くの人が好きなことをしていきたいと心の中では本心では思っているはずなんです。 ですが、実際に好きなことをして生きている人はほんのわずかです。ほとんどの人は嫌なことを永遠に我慢しながら生き続けております。そして嫌なことをし続ける日々というのを受け入れてしまっているんです。この受け入れているというのがとても問題です。本当は好きなことをしたいよと思っているのに、いやいや、そんなことできないやと自分で歯止めをかけてしまう。その理由は好きなことばかりしていたらきっと後 から悲惨ななななこととになってしまうとあなたが思いい込んんででるからなんです好きなことをして生きていればバラ色の人生が待っていると本当に思っているのであればすぐに嫌なことなんて全部捨ててやってみるはずなんですですがそうは思えないからいつまでたったって嫌なことをやめることができずにいるわけですまた好きなことをして生きているような人を見ると将来後悔するよとかいやいや 楽しいのなんて今のうちだけだからなどと足を引っ張るようなことを言って好きなことをするイコール将来悪いことが起こると自分に暗示をかけたりしてしまうんです。さてでは私たちが好きなことばかりしていたらきっと後から悲惨なことになってしまうと思い込んでしまうのはなぜでしょうかそれはあなたの本心に 恐れが隠れているからであります例えばあなたが本当は会社を辞めて独立したいと思っているとしましょうかですが それでは食えないだろうから、できないというのは、独立したら食えないという災難が襲いかかってくるに違いないと恐れているということ。家族が路頭に迷うかもしれないからできないというのは、独立したら家族が路頭に迷うという災難が襲いかかってくるに違いないとあなたは恐れているということ。 今より忙しくなるだろうからできないというのは独立したら忙しくなるという災難が襲いかかってくるに違いないと恐れているということ。 このように私たちは恐れを抱いてしまって嫌なことをやめられず本当に好きなことをやれないでいるんです。このように皆さんは多くのことを犠牲にしないと自分の好きなことなんてできないと思い込んでいるんです。ですがそれはあくまでも思い込みです。先ほどの例を見てみればよくわかると思います。 客観的に見て、食えないという犠牲、家族が路頭に迷うという犠牲、暴殺されるという犠牲が本当に起こりうるでしょうかそれはもしかしたら、独立したら失敗してしまうかもしれませんし、今よりも収入が下がって、多少は生活が苦しくなるかもしれません。ですが、ご飯が食べられなくなるとか、家族が路頭に迷うなんていうのは、極端すぎる考えですよね。さらに成功したら、今より忙しくなるなんていうのは、 抵抗してから考えればいいことですよねどの程度忙しくなるかなんて今想像してもわかりませんし意味のないことなんですこのように客観的に見ると私たちがやりたいことをやれない言い訳に持ち出す理論というのは少々極端な本当は考えなくてもいいことばかりなんですそれなのに何かしら犠牲を払わなくては好きなように生きられないと思い込んでしまっていてわざわざそういった極端な例を引っ張り出 していいるに過ぎないんです妄想して理由を後付けしているに過ぎないんですこのように私たちは多くのことを自分自身の思い込み本書の言い方で言えば自分自身の憲法で縛りつけてしまっているんです本当は嫌なことに嫌と言いたい本当は好きなことだけをして生きていきたいなのにそれができないのは自分を縛る内なる憲法があるせいなんです考えてみてください もし本当はこうしたいと思えるようなやりたいことがあるのであれば今すぐそれをやればいいだけなんですそれは決して今やっていることをすべて投げ出してやりたいことのために全部をかけろという意味ではありませんまずは最初の一歩としてやりたいことのほんの一部を隙間時間でやってみればいいんです仕事が終わった後の時間でやってみればいいんです土日でやってみればいいんです 一瞬だけでも自分が本当にやりたいと思っていることをやることができれば心が満たされ人生の幸福度はだいぶ上がります。ただ、ほとんどの人はそう言われても自分がやりたいことをやり始めることはしません。嫌なことをやり続ける毎日を送ってしまいます。それは心の中に自分を縛る憲法があるからです。そうでもしないと自分だけが周りから浮いてしまう。そうでもしないとみんなから嫌われてしまう。 そうでもしないとこの日本社会では食えなくなってしまうこのような自分で勝手に作った妄想の憲法によって自分自身の行動が制限されているんですしかし 実際には先ほど見た通り、これらはすべて極端な考えに基づいているものなんです。というのも、私たちは小さい頃からの教育の過程で、様々な憲法を自分に課してきております。ですが、それらの教育は本当に正しいものでしょうか皆さんも大人になった今、あの教育は間違っていたなんて思うことがあるんじゃないでしょうかししかし そういった誤った教育であっても、自分たちの心の中には深く刻まれ、今も憲法としてあなた自身の心や行動を縛ってしまうことが多いんです。 あなた自身の憲法が書かれた根っこには過去の経験や周りから受けてきた教えがあるからであり、そこから一歩踏み出すというのは未知の領域に踏み込むようなものですから、怖くなって恐れを抱いてしまうんです。だから人は横暴にして新しいことに挑戦するときほど自分自身の経験や周りの教えに従って生きようとします。例えば、 育ってきた家庭で一生懸命働くことで初めてお金を稼げるんだと教えられたとしましょうそれを何度も何度も聞いているうちにあなた自身が確かにその通りだと思い自分の憲法に採用してしまいますその結果が今無意識のうちに毎日遅くまで働いているという現実につながっていたりするわけなんですこの あなた独自の憲法は相当の癖物です。というのも人は周りからの教えや自身の経験をもとにして生まれた憲法を正解だと思って生きているからなんです。ですからなかなかその憲法自体を変えるという発想に至らないんです。これまでずっとその憲法に従って判断をしてきてあなたは人生を進んできたわけですからここで全く別の価値観、全く別の憲法を持ち出すというのは なかなか難しいことですよねだから多くの人は嫌なことを嫌と言って 好きなことで生きていくというのが実践できていないわけです。しかしだからこそ嫌なことに嫌と言って好きなことで生きていきたいんだという人は自分自身を縛る心の憲法から自由にならなくてはいけません。自分の憲法に従っている時点で自分を幸せにするための思考が停止してしまっているということなんです。そこからちょっと勇気を出して一歩踏み出してみてください。過去の経験や教えによって 複製されてしまった謎の憲法を本当にそうだろうかともう一度疑ってみるんです私たちはもう立派な大人のはずなんです誰かの言いつけを守る必要はありません あなたた自身の新しいいいい判断ででで人生を進んんったっていいんです子供は大人の言いつけを守ることが身の安全などにつながりますですが大人になったら基本的に誰が何と言おうとも従わなくたっていいんです幼い頃に受けた大人の言いつけを律儀に従い続ける必要はありません 自分の中の謎の憲法を追い出してください。さてそれではここから具体的にどうすれば自分の中の憲法を追い出すことができるのかについて解説してまいりましょう。まずは自分の中にたくさんの小さな看守がいるとイメージしてください。この看守はあなたがやってみたいことをやってみようとした時。 あるいは、辞めたいことをやめようとした時に邪魔をしてくる存在です。やりたいことをやろうとしているあなたに対して、謎の憲法を振りかざし、好きなようにしてはいけない理由を掲げて、ダメと言っている。そして、独房に入れと、一層厳しくあなたを縛り付けようとするんです。好きなように生きるには、まずそんな監守たちに対処する必要があるんです。 ここで重要なのは、そういった監視たちと付き合わない、話し合いをしないということ。監視の言い分を理屈で何とかしようとしてはいけません。監視と戦ってしまうと、縛られている自分は、なんてダメな奴なんだという、自己否定につながってしまったり、否定の理屈に言いまかされてしまったりするからです。というのも、基本的にまあ何をやるにしたって、多少のリスクというのはつきものですよね。そのリスクを、 あげつらって否定することは誰にだってできるんです。そして、そういったリスクは決してゼロにはなりません。だからこそ、あなたがやりたいと思っていること、嫌だと思っていることを、そういった変化するということを否定するのは簡単なことなんです。だからこそ、この嫌な監修たちと理屈で戦ってはいけないんです。戦うのではなくて、うわ、私の中にはこんな監修がいたんだ。受けると笑い飛ばしてみます ギャグっぽくすることで頭ではなく感情が動きますすると理屈ばかりで頭でっかちに自分にダメ出しばかりをする監視の力をふわっと和らげることができますその瞬間あなたの心は脱獄できるんです例えば有給休,休暇を取って一人旅に行きたいと思った時冷静に客観的に考えてみれば行きたいのならば行けば良いでしょうあなただってもし同じようなことを友達が言ってきた たらそんなの有給取っていけばいいじゃんと言うはずなんです。ですが、なぜか自分のこととなると急にブレーキがかかってしまう。みんな同じはずなんです。このように。 自分のことになると、実際に行動に移せないというのは、監視に原因があります。こうしたいなぁと思うそばから、うっと、何か葛藤を感じるとしたら、それは監視が発動しているということなんです。そうなったら、先ほど言ったように、監視と議論してはいけません。お出たな慣監修と思って、その言い分を探ってみてください。 例えば、次のような言い分が考えられるでしょう。有給休暇なんて取ったら上司の機嫌を損ねてしまうとか。 一人で旅をしたらずるいとパートナーから責められてしまうとか一人旅にこんなにお金使っていいのかなんていう考えが頭をよぎるなどなど様々な言い分が浮かんでくると思いますがこれらはすべて看守があなたの行動を縛るために頑張って考え出した言い分になります客観的に見たらそれほど気にするようなことではないことばかりのはずなんですですがいざ自分がやろうとするとこういった適当な 男子の言い訳になぜか納得してしまい心にブレーキをかけてしまうんですあれやこれやと理由をつけてやりたいことをやってはいけない楽しんではいけないなどと自分に足かせをはめてしまうんですさらに立ちが悪いのは 自分の中の謎の憲法に沿って、監修が警告してくるということ。そのせいで、自分にとって監修の言い分は、誰が言うより、もっともらしい理由に聞こえてしまうんです。こんな時に、理屈で戦ってはいけません。先ほどのように、笑い飛ばすんです。ああ、上司に縛られている監修がいた。ウケるみたいな感じです。このように。 一つ一つ自分を縛り付けている謎の憲法を笑ってしまいましょう。具体的には自分の姿をした何人ものミニ監守がわーわー言って自分に足かせをはめようとしているところをイメージしてください。ミニ監守がわーわー言っている。 なんかちょっとシュールですよね。だからこそウケると笑い飛ばしてしまえばいいんです。さてこれで好きなことをするための第一歩は踏み出せるようになりました。ですがそれでもやっぱり嫌なことをやめられない、嫌なことを拒否できないという人は多いものです。嫌なことをやめるというのはそれだけ難しいことなんです。これは 多くくのの人にに何かを得るるはは苦労しなななていいいいけないという心のブレーキがあるせいなんですつまり、今嫌なことを我慢することで、将来いいことを得ることができるという思い込みがあるからこそ嫌なことを続けてしまうわけなんです。嫌なことというのは、嫌なことをやめたら悪いことが起こる。嫌なことを我慢し続けたらいいことが起こるという二重の縛りを受けているため、より強固に私たちの心を 縛っているんです多くの人が何かを得るには苦労しなくてはいけないという発想が必要以上に強く体に染みついております。だからこそ 最初は楽して何かを得てもいいんだという感覚を手に入れることが大切なんです。そしてその目線で日常を見渡してみると意外と楽して何かを得る瞬間というのはたくさんあるはずでございます。何も気負わずにちゃっちゃとやったことがすごく人に喜ばれたとか苦労せずに トントン拍子で進んだ仕事が予想以上の成果を招いたとかこういったことを一つ一つ経験し発見していくことで楽して何かを得てもいいんだという感覚を手に入れることができます。こうしてまた一つ心のブレーキが外れるというわけです。心のブレーキが強いと我慢することが当たり前になります。そして 我慢することが当たり前になれば心が麻痺して自分が好きなことはもちろん本当は嫌だと思っていることすらわからなくなってしまいます嫌なことなんて 特にないけどなぁと思いながら、もうなんだか日常が毎日楽しくないという人、人生がなんだかつまらないなぁと感じている人、もしかしたらあなたはすでに我慢の達人レベルかもしれません。我慢しすぎているからこそ楽しいことも見つかっていないのかもしれません。そんなあなたにまずやってほしいことがあります。我慢をずっとし続けている人というのは、害して自分の生活を削ってしまいがちです。その結果、 よく起きることというのは睡眠不足なんです自分の睡眠時間を削ってでも他人に尽くしてしまうあなただからこそまずは夜たっぷりと眠ってください達人レベルにまで我慢することが当たり前になっている人は害してあまり寝ていません 残業ばかりで日付が変わってからベッドに入り朝早くに起きて仕事に出かけるそんな毎日を過ごしていないでしょうか睡眠時間が十分に取れていないと体調が悪くなるばかりかあなたの思考自体も麻痺していってしまいますすると自分が何のために生きているのかわからなくなってしまったりするんです無理して睡眠時間を削ることだけは絶対にやめましょう 重要なのは寝る時間を確保すると決めてしまうこと。何が何でも日付が変わる前に寝るなどと決めてしまうことであります。現在やっていることが好きなのか嫌いなのか、やりたいのかやりたくないのかは今は考えないでください。睡眠時間が不足した、寝ぼけた頭で考えたとしても何も結論は出てきません。 というより、睡眠より優先すべきことなんてないんだと考えて欲しいです。まずはちゃんと寝るぞと覚悟を決めましょう。とにかく家に帰って美味しいご飯を食べたらお風呂に入ってすぐに寝てください。これを3日続けるだけでも心にかなりの変化が現れるはずなんです。いやいや、どうしても残業しなきゃいけないから睡眠時間を確保できないんですとか、寝る前まで育児をしないといけなくてどうにもなり ませんという方もいらっしゃるかもしれませんしかしそれでもまずは睡眠時間を優先してくださいよく寝たら心に余裕ができて意外となんとかなるというケースも多いんです睡眠不足が慢性的に続いていたからこそ仕事や家事の能率が落ちてうまくいっていなかっただけというケースも多いです寝ると心の余裕ができるこれを嫌なことをやめる最初のハードルだと考えて是非とも実践してみてほしい 欲しいですそして睡眠時間を十分にとって余裕が出てきたら本当に嫌なものを次々にやめていきましょう。 特に今やりたいことなんて別に何もないと思いながら日常をつまらないと感じ、ダラダラ過ごしてしまっている人は、この嫌なことを基準に考えるのがおすすめであります。本当は自分は何がしたいのかという難しい問いは置いておいて、本当は何をしたくないのかから向き合っていくと、あなたの本当の人生が見えてくることでしょう。手始めに日常の中で、これ本当は嫌なんだよなぁと思っていること 紙に書書き出してみててみくくだだささいいいどれだけたくさんんも構いません少しでも心に引っかかりがあること少しでも嫌だと感じていることを全部書き出していきましょうそしてそのリストを眺めながら自分にこう言ってあげてくださいああこんなことが嫌だと思っていたんだねそっかそっか今まで我慢していたんだねこのようにまずは嫌なことを我慢していた自分を受け入れて自分に対して理解を示す ことが大切なんです自分が思っている以上に我慢を続けてきたあなたの心というのは今疲弊してしまっているんですその心をまずは優しく受け止めてあげるんです自分の子供を褒めてあげるようにこれまでよく頑張ったね偉いよと声をかけてあげましょうそのようにすると自分を大切にする心が少しずつ育まれていきます自分を犠牲にしてもいいとか我慢しようという気持ちが少しずつ なくなっていくんですそして次に全部じゃなくていいですからちょっとだけ実際にやめてみましょうこれはやめるトレーニングだと思ってくださいまずはリストに載っている中から特に簡単にやめることができそうなものをとりあえずやめていきましょう それも完全にやめてしまう必要はありません。例えば、上司に愛想笑いするのが嫌だったら、3回に1回は笑わない。お皿洗いが嫌だったら、3回に1回は放置してみる。毎日、掃除機をかけるのが嫌だったら、3日に1回程度に減らす。このように。 嫌なことをちょっとだけやめてみるんです。すると意外と嫌なことをやめるのは大変じゃないんだなぁと思えるようになるでしょう。嫌なことをやめることに対してのハードルがどんどん下がっていくんです。すると徐々に嫌なことができない、世間的に見たらダメ人間になっていきます。このダメ人間になるというのがとても大きなポイントであります。自分の望む好きな生き方をして本当に幸せな人生に変えるためには 社会的に見て少しダメ人間になるくらいがちょうどいいんです。ダメ人間になることで自分の心に正直に生きられるようになります。すると素直に好きややりたいを感じられるようになっていくんです。そのために嫌なことをやめていく。ちゃんとしなくちゃという考えに縛られた心ダメ人間でいいんだよと緩めてあげる。 すると嫌なことだけじゃなく少しずつ自分の好きなものが見えてきます少しずつ罪悪感も恐怖もなく嫌なことをやめられるようになっていきます嫌なことが周囲から減っていくことで自分が本当に心地よく生きられる環境が少しずつ整っていくんですダメ人間上等まずはこのように意識を変えていきましょうダメ人間になっちゃダメというのも あなたの心の中の看守がただ叫んでいただけのことなんです。ダメ人間になったっていいんだ。ダメ人間になる方がむしろ幸福に生きることができるんだ。そのように考え方を変えることができればあなたの人生はもっと豊かになっていくはずです。それではこの辺で一言の内容をまとめておきましょう。一言まとめ、ポイント1 あなたが今やりたいことをやれない、嫌なことをやめることができないというのは、あなたの心の中にこれまでの教育や経験によって作られた謎の憲法があり、それを小さな看守が守らせようとしてくるからである。 ポイント2私たちの心の中にある謎の憲法というのは他人から見ると取るに足らない些細なことである自分の心のブレーキを客観的に見つめるために小さな看守がワイワイ自分のやりたいことを邪魔している姿を想像し笑い飛ばしてみようポイント3 嫌なことをやめるためには、まずは日常的に嫌だと感じていることをすべて紙に書き出し、その中から比較的簡単にやめられそうなことを一部やめてみよう。そのようにして、やめる癖をつけていくと、嫌なことをやめることは意外と簡単であり、やめても特に問題はないという事実に気がつけるはずである。それでは次二元で、ダメ人間になりなさい。ダメ人間の方が幸福に生きられる。 本当の理由を暴露しますということを解説していきます。さて。 二元ではあえて皆さんにこれからどんどんダメ人間になっていただくことを推奨していきます。この動画を見ている多くの方はまだまだ社会の一般常識やこれまでの教え、さらには自分の経験といった謎の憲法に縛られてしまっていることでしょう。それを根本から変えていただくために、それらの縛りから解放されるためにはダメ人間にならなくてはいけません。ダメ人間になっちゃダメだという 心自体が謎の憲法に縛られている状態だと考えてください。 さて、それでは、ダメ人間になるには具体的にどうすればいいのか。そのために、まずは自分を、生まれたての赤ちゃんだと考えてほしいです。社会人になって、生まれたての赤ちゃんのような行動をとっていたら、まさしくダメ人間ですよね。ですが、それでいいんだと著者は述べています。まずは、自分が生まれたての赤ちゃんなんだと思い込んでください。生まれたての赤ちゃんには、ブレーキなんてありません。社会の上 も親から受けた教育も自分自身の経験から来る思い込みも何も存在しておりませんそして周りにいる人がみんなあなたを愛してくれています赤ちゃんに使い古してゴワゴワになったタオルなんて使いませんよね新品のふわふわのタオルでそっとあなたに触れるはずなんです あなたが泣いたら、いないいないバートをあやしてくれたり、お腹が空いたのかな、おむつかなと世話を焼いてくれたりします。あなたは思う存分、泣きたい時に泣くことができますし、嫌なことを拒否することができます。 あなたは世界の中心だったんです。さてただ今の社会であなたはそのようには扱われていませんよね。周りの人に自分を赤ちゃんのように扱ってくれと頼んでも頭がおかしいと思われてしまったりなかなか実際そんな風に扱ってくれる人は現れないでしょう。だからこそまずは自分で自分のことを赤ちゃんのように扱ってみてほしいです。もっと頑張らないといけない。寝る間を惜しんでやらなきゃと自分自身を責めている人 は生まれたての赤ちゃんをゴワゴワのタオルで包んで泣いているのに放置しているのと同じことなんですきっと皆さんはそんなひどいことは赤ちゃんにしないでしょう自分を生まれたての赤ちゃんだと思って解説に扱いちやほやしてあげてください 嫌だと思ったら心の中で泣き叫ぶ赤ちゃんを想像してくださいそしてその赤ちゃんを愛しながら嫌なんだねわかったよじゃあ僕が代わりに断っておくねと実際に断りを入れていきましょう あなたが拒否するのではなく、あなたの心の中の赤ちゃんが拒否しているんです。だったら嫌だということも仕方がありませんよね。そのようにして、ある種、自分の心の中に言い訳スペースを作りながら、嫌だというのはこの赤ちゃんを大切にするためだからと思いながら、断ることができるようになっていきましょう。また、赤ちゃんというのは、周りから可愛いと思われたくて、可愛いこぶっているわけではありませんよね。また、当然ながら、 いい人に思われたいなんていう感情もありません。 多くの人が嫌なことを断れないのはいい人だと見られたいからではないでしょうか。本当は嫌だって自分では分かっているのにやめられない。頼まれたらノーと言えないタイプの人が大抵ぶち当たるのがこのいい人でいることをやめられないいい人中毒の壁であります。例えば会社で急ぎの案件に対応しなくてはいけない時に君代わりにやってくれないかなと言われて本当は手一杯にもかかわらずやりますと引き受けて しまう皆さんにもこのような覚えがないでしょうか会社だけではありません家でもパートナーのことに気を使いすぎて相手からの頼みを全部引き受けてしまう友達同士でも相手に気を使いすぎて嫌なことを嫌と言えないでいる本当は引き受けたくないのに引き受けてしまうのはいい人で痛い願望のせいなんです 愛されたい願望と言っても良いでしょう。多くの人は、この良い,い人でいたいという願望、愛されたいという願望を持っています。人から頼み事を受けた時に、あなたの心には次のような考えが浮かんでいませんか断って相手の期待を裏切りたくない。断って嫌われたらどうしよう。できないんだと思われたくない。 どうでしょうかこんなことを考えてノーと言えずについ引き受けてしまうそしてさすがなんて感謝されてちょっと誇らしくなったりするどうでしょうかなんとなく思い当たりませんかこういった傾向は特に小さい頃からの教育でいい子だと言われ続けて育てられてきた人に多い傾向がありますいい子で居続けなければいけないだから他の人からもいい人と思われたいだから断れないとなってしまうわけなんです ですがあなたが頼み事をただただ引き受けていることに心の底から感謝している人はいると思いますか あなたが、ノーと言えないから、その弱みにつけ込んで、ただやりたくないことを、ただ押し付けている人が多いような気がしませんかもちろん、全員が全員そういうわけではないと思いますが、あなたが断れないということを、多少なりとも利用しているという人が多いはずなんです。ずっと、いい子でいようとしてきた結果、周りから利用され、あなたの心は傷つき続け、次第に傷ついていることにさえ、気づかないほどになって、よく わからないけど人生が楽しくない状態になってしまっているんですその全ての言響はあなたがいい人と見られたいという願望を持っているせいなんですそれであればもういい人でいたいという願望は手放してみましょう周りからダメ人間だと思われたっていいんですその自分の不完全さも含めて自分自身のことを愛してあげてください赤ちゃんだと思ってあやしてあげてください まず、最初に自分自身に対していい人になってください。自分を生まれたての赤ちゃんだと思って大切に扱うこと。もちろん断ったあなたに相手は失望を見せるかもしれません。これまでは OK だと言ってくれたのになんで急にダメだと言い出すんだと逆ギレしてくる人もいるかもしれません。 ですが、そんな人たちのことを考える必要は全くありません。頼み事を断ったあなたのことを嫌いになるような友達であれば、初めからそもそも友達なんかではなかったんです。それはそもそも、相手があなたを利用していただけの関係です。本当に友達なのであれば、あなたが頼み事を断ったとしても、あなたのそばに居続けてくれるはずなんです。最初は断った時の相手の顔を見ると、ずさっと心が痛 痛むかもしれませんいい人で痛い,い願望が疼くかもしれません愛されたい願望が疼くかもしれませんですがこれをやったら愛されるというのは所詮条件付きの愛情に過ぎません 最初に解説したように赤ちゃんというのは無条件で愛される存在なんです。本当は誰もが無条件に愛されたいし愛されていい存在なんです。だからやりたくないことはノーでいいんです。それで愛してくれないのであればそれまでの関係だったと見切りをつけましょう。 自分は無条件に愛されていい存在だと信じることができればそう考えることができるはずなんです。まずはあなた自身が自分自身を無条件で愛してあげてやりたくないことには脳、NO、を突きつけてあげましょう。それではこの辺で二元の内容をしっかりとまとめておきたいと思います。二限まとめ。 ポイント1、自分自身を責めてしまいがちな人は、自分が赤ちゃんであるところを想像して、自分の心の中の赤ちゃんを最優先にする癖をつけよう。ポイント2、いい人だと思われたいという願望があなたの行動を縛りつけている。ダメ人間になってもいいんだと考え、いい人でいたいという願望を捨てよう。ポイント3、 やりたくないことにノーと言って途切れてしまう関係であればそもそも相手はあなたのことを役立つ駒くらいにしか思っていないそんな関係はさっさと終わらせてしまっても良い本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました ありがとうございました。